ちは。こればかイラストさんの野村田でございます。今日はですね、来ましたマスダゴルフスタジオ3です。新しいパターンいきますよ。パッカーン。なんと僕の5バーディー刻印入ってます。刻印マスダゴルフスタジオ3、こういうパターンですね。ミーリングノーム名前入ってます。マスダゴルフこういう形です。ベントネックで、でここの接車ラインは僕別注で入れてもらいました。昔はこういう好きじゃなかったんですけど、ピンを立てたままにするようになった時に、このラインがある方がね、目標に対して構えやすいんですよね。このぶっといこのトップブレード、これですよ。ここでまず方向を合わせる。で打感もいい、分厚いからいいっすよ。もう最高。これ形銅メッキです。しかも来ましたよこれ。これで今日ラウンド、さっきもらったとこなんでね、これでラウンドしてどれぐらいで回れるか、もしかしたら入らないかもしれないけど、多分活躍してくれると思います。全パット録画して皆さんにお届けします。よろしくお願いします。記念すべきワンパット目いきますよ。ワンパット目いきなり入ったパーです。予選パーです。はい、はい、11番か、11番パー5、バーディーアテンプト、いきなりバーディーアテンプトです。見える、ラインが見えるライン違うけど、おお、いい感じ、入った。あー、ちょっと膨らみすぎた。最近失礼します。砂ついてるよ、大丈夫かな。危ない、パーです。ちょっと膨らましすぎましたね。とりあえずパーでございます。寄せワンでガシャンって当ててここに跳ねました。これね、すげえ嫌なのよ、このラインが。俺左ちょいすら、ありました。これがね、ペロンって右に外れるのが一番嫌なんですよ。パーです。いきますよ。外からなんですけど、カラーからなんですけど、もちろんパターでしょう。でもパーパットです、これ。パーパットできるな、こういうの。打てませんでした。いいラインだったんだけどな。先です。ボギー。出す。いきます。本日2回目のバーディーアテンプト。超下り。超下りスライス。切れそうだね。止まるのこれ。止まるのか。曲がれ、あ、曲がんないんだ。いや、こんな行く。パパッと、あ、ラインが見える、なんか。俺にはラインが見えるよ。黒いラインが。危ねえ。出たかと思った、今。パーでございます。バーディーアテンプト、本日3度目のバーディーアテンプト。これでも相当打たないとダメなんだよな。松田さんが先にバーディーカタンって長いの、俺より長いの入れちゃったからさ、もう塞がってる感があるんだけど。同じパターンだから。そうか、それをこじ開ける、うん、打ったよ。わーい、打ちすぎた。入れに行きすぎた。あ、これ
れたい。ここまっすぐなんだよな、でもな。ついに、ついにやってしまった、スリーバット。今引っ掛けたな、ちょっと。ボギーでございます。はい。マスダのパッ、あのウェッジでここまで寄せて、パーパットです。はい。です。なかなかパーでございます。ウェッジもいいし、パターもいい。パーパット、またこれスリーパットになっちゃうよ。こういうの入れたいね。おったー、おー、すごいな。今抜けたと思った。パーです。はい、マスターのウェッジでまた寄せました。パーパットです。長いパーパットが残りました。うわー、惜しい。あー、あー、おかげです。いい感じだったんだけどな。2パットでボギーでございます。アプローチでここまで寄せたんですけど、これすげえ傾斜なんだよな。動画じゃ伝わんないと思うんだけど。で、スライス、下り、触るだけ、触るだけ。うっ、いや、これしびれる。パットのおかげでパーです。アプローチで、立山アプローチでここに寄せました。立山アプローチについては僕のブログを詳しく見てください。まあボギーパットなんですけど、これ。はい、ボギーでーす。パーパット。なんかもうパーパット、バーディートライとかできなくなっちゃう後半。これも微妙なんだよな、入れたい。ほう、入ります。入りますね。うん、パーです。大体入ってる。はい、パーパットです。この長さのパーパット、ちょっとアプローチを着りました。こういうの入ると本当助かるんだよね。入れたい。何それ。パ入るね。これなんとボギーパットです。これは入れたい。引っ掛けた。うん、今のは引っ掛けた。完全にやってもた。あー、スーパットですが、ダボったー。でかいけど傾斜きついんだよね。来た、来たよ。そんな入るの。あれです。えっ、ボギーパットです。なんとこれ、しかも速い下り。
だ最後。ここ曲がるんだ。ダボでした。ツーパットだけど。なんと結構長い段を登った先のパーパットですこれ。パーパット。パーパットこれ入れてな。これ入ったらこのパター買うけどな。もう買ってますけど。あ、ライン乗ってんのに弱かった。ボギーでした。最後2パットです。はい、皆さんお疲れ様でした。スタジオ3、増田のスタジオ3、今日1ラウンド使いましたけどね。まあ動画見てもらったら分かると思いますけど、入りました結構。まあね、外したのはもちろんありますけど、結構しびれるパーパット、3メーター4メーターぐらい下りとか入れましたんでね。トータルのパット数が27パットでございます。今日はあんまショット良くなかったんで、スコア81だったんですけど、パット入ってなかったら86とかになってるかもしれないですね。だからそういう面ではすごい助けられました。やっぱ打感がいい。打感が重いゴツっていう打感がね、ここの分厚さもあるし、素材が軟鉄ってとこもあるし、柔らかいんだけどゴツってしっかり当たる感じと、音がしっかりするので距離感が合わせやすいのと、やっぱり結構 L 字っぽいので、ちょっと開閉するような、自然に振ってあれば軽い開閉して転がっていくので転がりもいいですし、逆にまっすぐ引いてまっすぐ打とうと一回僕しちゃった時に引っかかった時があったんで、やっぱ変なことはしない方がいいと思いますね。こういうパットは自然に任せて、パターの行きたい方に振ってやるのが一番いいと思います。いや、大満足でございます。本当これで入んなかったらどうしようと思う。しかも増田さんと今日一緒に回ったんで、この、これでね、目の前でね、なんか入んねえなって、入んねえとも言えないし、入んなくても。なので、27パット上出来、増田さんも入るねって言ってたんで、よかったです。皆さん、いいんで、もしよかったら、ね、三越とか行くと打てるんでね、実際に、一度、スタジオ3打ってみてください。ありがとうございました。